では大変長らくお待たせしました。シングル戦これから始めます。はい、盛り上がっていきましょう。1回戦目、ウォーズさん対フランスさん、現役です。海外勢の方ですね、日本のフランスさん。もうそろそろ攻撃シーズンということもあってか、海外からもたくさんプレイヤーさんの方がいらっしゃいまして、追加もビリー・カンソン、ビリー・カンソンもいる、その間に、今回は南行徳 VS 海外という意識になるでしょうか。もうなんか今回すごいですよ、チュンリーチュンリーってたくさんチュンリーで僕書きました、ね、珍しいですね、南京都でチュンリーシーンって書くのはなかなかないですから。さあどんな戦い方を見せてくれるんでしょうか、海外者のプレイヤーの皆さん。ここから新戦の方も参加されている4の方ですね、フランスさん。はいはい、息を溜めながらと思います。ほら、さすが右手コンボで押し切る、押し切る。Prepare to strike now。 はい、そして第2ラウンドは10番次、ゴーキさん、カケディさん、よろしいですか。ゴーキさん、オロ、カケディさんの剣です。では始めちゃってください。お願いします。オロ剣ということで、ゴーキさんもカケディさんもいつもありがとうございます。ゴーキさんといえばオロ、そう、ゴーキさんといえばオロ、ここ大事ですね。大事です、はい。そんなわけで今日は、メインであるカズネが不在ということで、裏切りのカズネ特集です、ね、裏切りのカズネ特集です、ね、姉の犬間に、海外で見たか姉の犬間にビンゴ大会という名目で今日やっているわけですけれども、今日は合計何名ですかね、41位まで40来ましたか、なんかたくさんのご参加ありがとうございます。毎度毎度本当に、はい、ありがたい限りです。ありがたいですね。これはさあ、ゴーキさんが結構のらりくらりと差し合いながらダメージ取っていって、カケディさんがジャックルシーに打ち出しに行きたい。さあ、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 投げる残りジャンプ大パン、狂気、狂気とかさあ、もう、ジャンプ大打ち出しを埋める残りジャンプ、ジャンプパン一瞬パンしなきゃ動かない、投げ欲望が刺さって鬼山でフィニッシュ。ゲージ状況はゴーキさんとてもいい感じ。ガゲリさんも1本溜まる。これはパフォアガード素晴らしい、1番ロッキングして当たる。欲望刺さりまくってます。欲望の中盤地で積極的に当ててきますね。ゲスタスマキで裏この生き方うまい。すごい。これはガース一輪でピョッとしまったガースでした。鬼山さあ玉が出る。これはいい板がゴローのイエスペアンまできっちり取ってゴーキさん勝利です。おめでとうございます。次、ヤマさん対マグさん。はい、ヤマさん12対、マグさん龍。これはまた熱いカードになってきました。はい、もう知らない方いないでしょう。先ほどの紅白戦、交流戦がヤマさんリードでした。ヤマさんの12対あります。今やもうヤマさんではない、ヤマさんです。マイクルは、重鎮マグロ、マグロじゃない、マグ、いや、マグロさんです。マグロさん、まあ、どっちでもいいですね。龍12ですけれども、チョイスは真空波動拳ですね。マグ波動がどこまでこの中央マグ12に通用するか。
完全に先読みというか、相手のモーション読みなんですよね。さっきの大キャンプ、大パンチのこと。そうですね、ある程度、上りに保険で置いておく感じです。スタイリッシュ。幅に、マグ幅が。相当相手から、パンタン減ります。裏竜巻、これがマグ流。上手上手と早まりといったとこでしょうか。夏山さんもそろそろゲージがたまるようです。竜巻を歩いてかわす。さあここで消えて消えたところに竜巻、台形を置いている。かっこいい竜巻台パフェトップ投げ。そしてもう一回消える。マグハボと表現表す小足、小足から小枠を握った。すごい小枠をほぼ確実に握ってしてくるんですよ。そうですね、あれ相当大事だし相当渋いですね。渋いですね。あれもう一回消える。どこですか。バニッシュ重みたいですね。おお、完全に見えてない。見えてなかったマグル。マグル持ってしまいました。どここまで頑張ったが、ワンブロからおまこりになってしまった。ドリュウの勝利おめでとうございます。次タムさん対ゾッドさん。タムさんのネクロとゾッドさんのユリアン。ピンツーさん、太郎さん、次です。次です。スタンバイお願いします。さあまだまだ続きます。両男のネクロと対戦はもう、そしてゾッドさんもね、もうやられてる方ですね。ユリアン、ゾッドさんのネクロはどういう集まりなんでしょうか。何をすればいいのか。その、やっぱりネクロも空中の暗い判定を切って、ユリアンの立ち上げから美味しくいただけるようなイメージしか私も持てないんですけど、ネクロ側もまだ肘いっぱい入れられるキャラなんですか。ユリアンは画面端切れってことですね。肘入れが6回あるんで、お互いやっぱりどっキャラ対どれだけしなかったか。エレックで中田さんに肘エレック。それでは両ドリル肘中盤で置いていく。ステータのしっかりグラップ。赤ブロからダッシュ。ダッシュグラップを見ている。ダッシュマサイクブロ返して、中盤はドリルで2段取ってエイジ攻めは、しかし裏回らない。レンジできっちり削る。ゴッドさんの方もゲージの方がまだ1分までは遠いか。タムさんは開幕スタンチ6割もう6まで来ましたね。しかし投げ返す林に、これからターゲット投げる。もう1回投げるがグラップ。パンチのキック距離を置く。肘で止めながらドリルキックで肘のボールにタックルが当たりましたね。これは結構ネクロ痛い。これだろ。これメッシ投げる。ネクロ刺さる。痛い。さあこれどうなる。ワシレンジはジャンプしてる。投げる。空中でゾッドさんが取り返す。さあファイナルセットです。ドリルミスですね。さっきのはね、わからないですね。おー、膝手前に落ちたとこ、キッチン引いていた。ドリルを積極的に乗っていくぞ。端っこから端っこ、膝相手が目足を押し上げて、相手の手がかりがエイジに入る。さあ、エレキが入れてた。さあ、エレキダメージ。さあ、止まるか。大パン、大パン、大パン。さあ、エース引っかかってしまった。あ、引っか間に合わない。ゲージが引っかかって見ましたね。赤目のプレッシャー。お客さんはスラッと裏に回りたい。投げたいところ、スーパーチャー絡める。いざ絡めて、コスミスカード。本番は足が続いて削られていく。投げが通る。さあ、投げてタムさんの勝利。タムさんおめでとうございます。次ピンツーさんと、ピンツーさん対太郎さんですね。ピンツーさん号機対太郎さんのユリアンです。ピンツーさん、太郎さんは多分南京都でやってますかね。ユリアンです。太郎さんは F チューンでよく南京都に来ていただいている。さあ
ユリアン動き。ヤッキー投げてますかね。ヤッキーで投げては結構アグレッシブに投げてます。ウィアを竜巻でかわしながら投げる。一瞬出しから投げ、股間入れるのかな。ジャンプが壊し中足の方がなんでどこに入れるんですか。波動拳の連打が詰まそうな感じですが、ジャンプロ押し出しガード、しかしヤッキー投げが通る。反発入れて出し投げ、すがれる。まずはピンチさんが挑戦する。プレイヤーのストライク NOW。カットから怖くが取る。心を投げた中盤体育実は竜巻で状態なく回避。何度も押し込みたいところ、やりやりと竜巻のキングが中足滅破。股間で EX 制度止める、すごいですね。ブロッケ投げ、さあエイジステレイリングル取り返しましたね。さあファイナルセットです。ファイナルラウンド、なんか9号とか9にはないようなこの TG さがありますね。流れるようなブロッキーからガードして EX パッチで大反対大号機。さあスラップ、まさに一触即発な感じでした。ヤッキーで確実にダメージ取ってくる。横もグラップ中足先が刺さる。バウンバッチマッチ確実に DM を入れておくため、 EX セット EX セットで切り返してグラップ、ブロックとか確認してる。確認ですね、また DM ね。さあ大灼熱から波動拳、あの距離のやっぱ波動拳が当たってる、当たっている。あっとヘッドが間に合う。スニングジャンプで見直して、さあお互い現地状況的に合気の方が決まるかといったところですが、さあこれはリアが崩しちゃったか。釣りしまった、釣りでした。これはピンツーさんの合気が確認しました。おめでとうございます。次は、焼肉さんエレナ対 AFM 春里 AFM さん、おさこさん。さあやってまいりました、南行徳に保坂さんがやってまいりました。 AFM 対焼肉さん AFM。 先ほど焼肉さんがすごく勝ち進んでいたチーム戦ですごいノリノリでした焼肉さん。対するは、神奈川の軍人 AFM。 すごいか、すいません。僕 AFM ファンなんだよ。さあエレナ対チュンリーといえば、まあ、互換性の話ではなってくるんですけれども、そんなことは絵にも返さないの素晴らしいつもりを瞬間で見せました。焼肉さんのエレナ、これに対して、そう、攻める攻める、ダメージすごいことですね。先ほどと掘り押す感じですね。決めの危険がどうしてもあのマレットが多いのかなという。そうですね、中間距離先端あと、あれ減りますね、見てると。で、なんか先ほどちょっと聞いてたスタイツもかなりある。そうですね、あれで強ってるけど、なんかマレットのトラッシュ奪って大変かもしれません。もうスーパースケが起きる、しかしながら巻き込む台形、これが本当に強い。ゲージ状況は今1本ちょっと有利で言ってたところが、これは1本で取ったのが大きい。シュリーガードしかゲージのためになるところ、まあ、ハッケー大盤で追い払って、しかし触れらずに瞬間を見ながら貯める。ヤギヌさん、この辺はギリギリとじっくりとゲリジを貯めてきますね。ヤギヌさん貯めてますね。さあ、たまりに溜まったそれをいつ放出するのか。シュワシュワだった、ここは出なかったか。大パンチ取っ払う、大出し、かなり欲望の投げを投げを。これマレット、さあこれはお互い刺さ、どっちが刺さるのかといったところですが、前中継からゴムが大けど引っ張られる。この調子が空振る、調子が取る、おっと優雅なレッド気をかしげているが、
まだ慌てるような時間じゃないといったような感じですね。まだ、まあ、光ってますけど、はい、あと30秒近く、ね、どっちもこれお互い試験なりですかね。ワンパーでカメラアイラ負けですが、じりじりとじりじりとカメラアイラ負けですが、あまり時間もなくなった。10秒きた。相打ちで発見が3人いるんだったら上から順に、上から順番。ファイナルセット、これで日本マックスの AFM さんですが、これは焼肉さん苦しくなったか。一発も食らえない状況。飛び込みから直投げ、最低ブロックで読んでいた AFM さん、発見法よく。さあどっち、ここはまず距離を取った。スライディングを見てから打ちます。こうやってこれはさすがの経験といったところが、抜けていく。どんだけ低い、低すぎる準備。さあゲージを入れながら、もっと舐める。ナイスバイディングです。キープから行ったが、これは追いつく。素晴らしいリープ。さあワンチャンス、これはそのままやる。だん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 密着に膝で FM 中で勝ち上がりました。おめでとうございます。役人さん惜しかった。マグさん赤ペン、はい、続いて富士山対りょうちんさんです。富士山のオロ対りょうちんさんレミ、よろしくお願いします。さあこれもさあこれは渋い対決です、ね、ですね。もう南京都でおなじみと言っても過言ではないでしょう。この使いの富士山対レジェンド。さあ今回も参加です、両者さんのレミ。前回は開始時間を間違えたと言ってて、今回はその、ね、元も取れるように暴れまくってくれることでしょうと。しかし1回戦は富士山強敵ですよ。これはなかなか終盤、欲望の中盤中いかに食らわないかといったところではないでしょうか。さあ右から様、これが減る。ところもジャンプが高い。後方に芯を投げる。下返ったが、回すのは下がったか。上から6へ。ここはじっくり下さんも見ている。ここで止めて西線から発砲。石がそうですね、いつもでランピーです。しかし投げる、豪快に掴みに行きました。まさりょうちんさん1本。そしてゲージ状況ももうすぐ2マックス。対する富士山はこのゲージはどうするか。台形が当たる。これはこちらの石が相打ち、よくれて裏に回ったところを投げる。近い距離でやってるとは思うんですけど、両者なかなかいい冷静なタイプのプレイヤーですね。キャラクター的にも多分そういったタイプじゃないと捕まらないですからね。そうですね、ロッカーの進行するとかしないといけない。自分から発砲、ランスです。なんでしまった。ここからでもかなり減ってしまう。踏んで中盤で中盤ジャンプ強化で締めて内の中足。ゲージ回収もそこそこといったような感じでしょうか。しかし両陣さんの方も2マックスです。おかしな技は食らえません。藤さんこれが刺さる。まずから EX、 中盤が裏で当たる。しっかり見ている EX 様。ルブレを先端出して一輪スラム中盤ガード。この3積極的にジャンプで攻めていく。これは当たらない。クロバ日輪から発動。しっかり相打ち、相打ち。しかしこれはレミー側としては上々な集まりなんでしょう。ほぼノーリスクでダメージも安い。お互いゲージ大放出で、そうですね、お互いゲージがもうない状態。ここは EX の使い道がポイントになってくるんじゃないでしょうか。おじさんとしても EX の技食らえない状況になってきた。おじさんしっかりチップでさばく。ああ切り返しの小足が速い。両親さん、おめでとうございます。おめでとうございます。2回戦進出です。ちょっと次に、お客さん増えてきたんで、はい、森ひーさんと高見さん。森ひーさん、高見さん。森ひーさんと高見さんの、ちょっと順序逆になって申し訳ないですけど。はい、勝負になります。森ひーさんのエレナと、高見さん、チュンリーですね。じゃあどうぞ、進めてしまってください。よろしくお願いします。失礼しました、ユリアンですね。 ER じゃなくて、あ、EL じゃねえのか。行くわよ。 Enter the heat of battle. Go for it.
高見さん準備。三のユリアンですね。これを抜いたユリアン。まず元気で太鼓をさばいて投げる。距離が斜め足。押していく。高見中、高見中足返す。エリブラしっかりガード。足から投げが届かない。でここで、マイクの方を交代しました。まあ、ヒューゴスカイ同士でエバラが回りました。はい、ヒューゴスカイがあるんで、みんな大好き。今は、あれですね、順番変わって、今やっているのが、モリヒーさんと高見さん。なるほど。はい。なんか今日、なんか真面目に解説してるような感じだったんで、ダメなぐらいっぽい。ちょっと呼んでいきましょうか。発明がいないからね、変なこと言うと、やっぱ、今の空気は大事にしないと。空気きれいにしたい、僕らしエコーなんで、完全エコー勢なんで。DM 君と津村さんの、あの話は良かったけど、やっぱり今のはあんま良くなかったっていうのが総評みたいですね、なんか視聴者の。まあ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 。俺はあれを見て、あ、でもそうだなって。四国にそうな韓国語は。ここは DM 君に任せたい。あまりもう被害は食らいたくない。全国で3人のエバラファンのためにもちょっとぶっ込んでいきましょうよ。これこの前 YSP がビジョンで出てたんですけど、これあれ誘われたんですよ、でも俺友達の結婚式で行けなかったんですよ。だから YSP が誘われたら俺が自由したとか言って Twitter でエバラ最高って書いてあったYSP がエバラ最高マジ試合の方を高見さんが回戦は勝利という形ですね。おめでとうございます。今日人類多いらしいですね。今日は多いですね。海外勢とか、あとは普段来られないような方もたくさんで、南行徳に CH の文字がたくさんあるわけですけれども、ここは茶太郎さん対上達さんです。これはちゃんとやってるアレクとブツメスバスターの対決です。あ、ちゃんとやってるアレクス対ブツメスバスターのアレックス。リギュラーの回を視聴された方は、ご存知の茶太郎ですね。茶太郎さんのアレックス、ブツメスバスターが今回も見れるのか。あれ食らいたいって書いてる人がおかしいよね。いや、それってある種のカリスマ性ですからね。大事にしないと。いい深夜に食らいたいってこと。伝えて培えるもんじゃないんで、そういう気持ちにさせるオーラっていうの。いや、難しい。難易度も両方で頑張ってるアレックスのペア。そうじゃないといけません。なんかアレックス新生って書いてあるって言ってましたね。なんか大体もう磨き上げるという感じですけれども、これ色的にはどちらがどちらか。今ちょっと名前が、トーナメントがちょっと色が変わりましたけど、トーナメントが多い今日は。でも前々回とかだってあとレートルターンから安いよ、ちょっと安い。あるあるよ、回していたが、いや、あれ来たちゃったーブツメスだろうが出ましたブツメスバスター。出してごめんなさいって言ってますからね。やるさ、今のブツメスマスターでお分かりになった方もいらっしゃると思いますが、青がチャタロウさんのアレックス、オレンジが最初のカンカスさんのアレックス。僕は死んだらチャタロウにお経をあげてもらうんで、改名の方も考えてるとか考えてもらう。ここでヘッドバットチャタロウコマンドが来たのか入力してもらえない。しかし当たるレードを持ってるブツメスマスターが、EX フラッシュで地上できっちり埋めてった。おめでとうございます。2回戦進出です。アミタツさんが勝ち上がりました。次は水中さんのトゥエルブ対木澤さんのチュンリー。We await their return, warrior.
はい、水中さんのテールブさん対ピザさんのチュニーです。ピザワっていうのはこれもカラテマゼですね。準備はいい。まあ、このチュンリーは別に強くはないんだけど、防御本能がすごく高くて自分の身に危険を感じたら逃げる能力が高いんだ。本能がすごいすごいですね。嗅覚強いです。嗅覚強い。でもデュエルブとかは全く知らないから多分死ぬだろう。ちゃんと水中さんはでもかなり前からデュエルブの大会では爆発をこなされている。これは味方の方がプレイヤーの方で、そのためにはオロとかデュエルブとかいないんで、南行徳はオロやデュエルブがたくさんいるので、その中でも時計やり込んでいるという印象が強い水中さんのデュエルブ。チュンリーさんはかなりやり慣れていることでしょう。コンビックが発生6ヶ月しかない DX から DRA から応援します。なんかのデュエルブでシューキックでこう上方向に蹴り上げるのを当てるとちょっとそれっぽい。あれを少し投げたのもいいし、大パンチでこうなんかバーンナックルみたいなのを突っ込んでいくみたいな。あれ上りとかで来たけども、あーワンプログラム久しぶりに羽沢の攻略を見た。久しぶりこのチュンリーはキャンセル攻略をしないんだ。しないっていうのも一発勝負だって怖いですから。このチュンリーじゃなかったって負けてかれても遅いですから。それも立派なスタイルだと思います。漏れたら怖いから出さないという、あ、堅実派という。じゃあ XDRA から発空大盤、発空大盤で潰す。水中さん勢力のゲージがやっとたまりと溜まった中足の取り替えが前大系から中足、しかしまだ生きている。投げ返す。攻力当てられてないから。そしてテールの画面端、中足小足で距離を取る。大パンが当たる。やられてまいりました。投げはグラップされて、さあ一発のスライダー状況。テールブ一気に見えるから他のいいトールがもう一回当たって魂の燃やしが当たるか。こいつゴザクは絶対しない。じゃあ次あの試合僕みたいなんで、ゲームの試合ですね。ゲーム君から代わりして高見さん、さっき勝った。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はチュンリーが多いらしいです。みたいですね。なんか次自分も同キャラなんですけど。今僕は知らない人に会えたと思ったんですよ。よくわかる。この方誰でしたっけ？僕もなんか見覚えあるようなないような。なんかおろ使いの人だね。さあ TM さん。さあ CD デビューをされた TM さんですね。このキャラさんは多分ひどくてつまんないと思うんですよ。鉄格子が8-2とか9-1とか一番辛いって言ってましたね、九死でも。さあ、PA、これ何回目ですかね、2回目と2回目っぽいですね。つあ小足がヒットで1ラウンド目、9が取っていく。さあ、9がゲージャマックス、しゃがみ中盤から移動投げ、PA1 回目。しゃがみ対空ブローからジャンプヘッドで切り返していく。さあここで下ブローからしっかり連続の決め。さあ PA3 回目、あと82秒ガードするだけです。そうですね、まあガード分はあるんですけどね。何狙いかよく分かんないですね。リプレイとあの前だと当たらないんですね。さあ中盤に突進を刺していく、刺していく。さあここで下ブローから投げ、この道も対応しますね。そうですね、あれ何で強いんですかね、タックル。さあタックル読みだったんだけどバックジャンプに引っかかってしまう。さあうまいことしのいで壊しから移動投げ、勝ったのはTM君ですね。 CD 発売おめでとうございます。おめでとう。ちょっと減量したピノさんです。ピノさん、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 大人として、人として、ピノさんのパーの出し方が変です。俺嫌いじゃないです。俺結構ピノさん好きですよ。俺はピノさんに恩があるんで。さあピノさん動いてないです。九州の方でも結構見かけますよ、ピノさん。なんか断るごとに来てくれてます。さあ前キャ
チャラさを聞いたところピノさんゴブって言ってたような気がするんですけど、誠対ネグロ、私なりにしっかりグラップ、さあ中盤にネグロッパー、下上中盤刺していく、赤ブロ取ったが中盤が出し投げ、さあネグラッパー、さあ中盤、さあドリル、さあ赤ブロめくって画面端、さあ体育電磁、これお互いスタンスやすい SA ですね。そうですね、ピノさんブレーク使うんです。さあここでリバ再生、さあ勝手逃して誠がゼロと、さあブローラレスネグ、さあ非常にテンポの速いお攻め、さあタッチジャックパンが出し投げ、さあ投げつけ誘いの、さあ決め打ち入れく、これ赤ブロ取らないと大したの入らないんですよね、赤ブロ取って出し投げ確定とかですね。さあ出し投げをジャンプで切り返していく、さあ大きい攻め、これ何でしたっけ名前あ、ライジングコブラ、誰も知りません、技名聞いてもピンとこなかった、嬉しそうに皆さんがライジングコブラ、いろいろ技当たんないですね。さあドリルブロってガラクタ入ったものの次には繋がらない、さあドリル、さあここで引っ掛けガラクタを取ったものの、さあ画面端のトサナミマゴトに果敢に攻めていくネクロ、これ単純にこれで皆さん勝っても運がいいだけですね負けてるよこれいや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 、あの誠に勝った時なんて大抵運がいいんですよ。皆さん嬉しそう。今日皆さんかっこいいです。